はい、どうもおはこんばんちは、ウエスタン木村です。今日はですね、究極テクニカルバトル、絶望と怨念の復讐記、赤の試練編ですね。こちらの方を攻略していきたいと思います。パーティーとステータスはね、ご覧の通りです。ではアビリティの方を見ていきましょう。まずはリーダー鉄張りですね、移動距離 &ATK アップですね。館張りのアビリティですね。そしてソニックブースト、必ず仕留めてくれようですね、つけてます。続いて、シゲチですね。産物湧き上がる波紋エネルギー、そして仲間 ATK ブーストですね、連携 ATK ブーストですね、こちらつけてます。続いて、テペリですね、リーパスですね。先導30分しか持たない波紋の銃を入れています。最後に、控えにですね、ドキタロウ入れてます。ムーブブーストもう逃れられん、ファイアボムも入れてます。フレンドにはですね、ムダディオを迎えています。では参ります。ケツパニをね、入れることによって、あのカウンターとかそういうのは全然関係なくはなったんですけど、逆に言ってしまえば CS が長いという弱点があります。さあこれで、一応ですね、チゲチゲ CS を買っておきます。予定よりも多く行ってしまいました。ガッツジョナサンが出てきましたね。これはどうしようかな。まあ、ガッツジョナサンの何のことはなく倒してますね。いや、これでゲージを貯めていきましょう。ゲージが止まりきるかな。こっちの方が問題ですけど、一応3ゲージまでは貯めておきましょうね。はい、溜まったので、続いてパンパンですね、出てきました。本来ならね、ムダディオでも押し込むんですが、CS 使っちゃいましょう。ケツバニは一応ね、波紋の球があるおかげで普通対策にはなってるはずなんで、あんまり考えずにね、CS を打つことができます。そして3ゲージ溜まるかな。で、はい、ここで止めたいということがずっとできないんですよね。長い CS が本当に長いよ。そしてエフェクトがちょっとうるさい刃物中。しげちで押し込みますが、刃物の中場ではおそらく届かない。OK でした。例えば普通体勢あったんですね。しげち忘れてました。お、ドラコンが光ってくれております。刺激で、本当はジョナサンをね、ジョナサンじゃない、ジョセフを巻き込みたくないんですが、
まあ、巻き込むうちにちょっとスピードのやつしょうがないですね。これはもしや見逃した方がいいのか、ちょっとやってみましょう。やってみてこれで正解か不正解でした。まあ産物が上がってくれたおかげでどうにかなってるかな。そして、波紋の血を受けながら痛かったんですが、あっという間に倒してます。波紋の血がようやく光りました。ムラディオに行ってないですね。波紋の血がムラディオにかかってないですね。お、かかってきました。一応これね、ナイフ対策にはなってるつもりではいるんですけどね。ナイフ対策、普通対策にはなってるつもりなんですが、断線長い。CS が止められないのが難点です。結場には。はい。でも、シルシは強くなりました。じゃあですね、掃除するような感じで、終わりです。はい。2ラウンドも無事クリアですね。続いて3ラウンドです。3ラウンドで気をつけなきゃならないのが、ですね、まあ、まず、アルブラがですね、味方のヒット数が5ヒット以上いかなかったら味方全体にダメージを与えてくるので、まあ、シゲチ自体は関係ないのですが、今度はですね、ビーパスで、5ヒットいきたいと思います。ビーパスをかけたいです。 2,3,4 よし、ビーパスオーバードライブ。そしてわざとですね、ダルブラを動かします。いいパスがかかっているのでそこまで怖くはない。ドキタロが出てきましたね。さあここで満を持してダルブラ結番でダルブラを押し込んでいきます。しかし動いてくれない。決断でやってるんですが、カルブラが動いてくれない。あ、ようやく動いてくれましたね。さあこれで押し切れるのか。押し切れましたね。倒し切りました。はい、無事なりました。そしてですね、ちょっといやらしい位置に、いますが、これはなんとかなりそうですね。これで横感がうまくできれば、OK です。横感がうまく行ってないですね。しかももう逃れられんが発動してないですね。はい、では気を取り直しですね、行きましょう。なぜか発動しなかった、もう逃れられん、どういうことなんですか。
ですかね、はい、今度は、ジョナサンにですね接触するようにしておきましょう、うん、今度こそ大丈夫なはず。横感がうまくできるか。発動してくれました。これじゃないとおかしいんですよね。これであとは倒しきれるのか。数えてるのを忘れております。数えてるのを忘れておりますので、どこでやめようかと悩んでます。もう大丈夫かな。はい、ちょっと押してみましょう。大丈夫でしたね。クリアできました。はい、ちょっとね、最後がおかしかったですけども、なんとか無事クリアすることができました。ドラゴンも取れてありがたいことです。最後まで動画をご覧になっていただき誠にありがとうございます。またね、どっかの動画でお会いいたしましょう。ではラーサバタイム。